はい、どうも、大キャノンです。はい、もうこの前のですね、昨日の金子千尋が結局取れなかったんですけれども、今日140止まってますので、もうこれ来週までしかないからね。もうこっから750まで500までいくっていうのはもう正直不可能なんで、なのでやっちゃいます。うわ、お得なのもないけど、ちょうどね、この364,900円ですが、これを購入すれば500になるんですよ。だから3回まで引けるんです。いきます、金子千尋に勝てる。やっちゃいました。もうね、でもね、優れたゲームはね、私課金した方がいいと思うんですよ。だって課金しないとそのゲーム続いていかないじゃないですか。だから、優れたゲームは、ね、課金する。というわけで、行きましょう。1回引いてるので、あと2回、ね、購入3回目は、タイムスリップ第1弾確定ですから、ね、ここで当てちゃえば、最強ですよ。あともうウィニングランみたいなもんだ。というわけで、行きましょう。あっ。あっ。火出てるよ。いいんじゃない？どうしよう。いいじゃん。好きって何？好きは何？レインボー。あー。あ、炎。おーい。いやー、笑わんのかい。ゆうく宮川国吉、しかもこれベイスターズじゃない？え、ベイスターズの国吉。西ゆき、高津監督、中野セカンド頑張ってる。かわいいの。何もう S ないな、これ。国吉、これあれか、 TS なの、もしかしてタイムスリップなの。国吉が、いやー、いらないな、悪いけど。じゃあいきます。この3回目は TSS ランクタイムスリップ第1弾1人確定なんで、お願いします。へい、絶好調、白。これも来て。いや、待って。これは、わかんないぞ。ミリッション。炎だ。ちょっと微妙だ。あ、誰になるんだ。頼みます。笑わんのかい。なんで終わった。ブリーズ。今宮。近藤大輔、B がどんどん増えていく。武田翔太、中村明、タッツ B、タッツ B、茶谷、BB、ダウン、なあ、もうマジかー。ね、中島って何、これそのショートね。いやー、金子くん、いつ来てくれるの。これ結局さ、もう3回目以降はあれだよね、もう確定もないんだよ。あ、何？いや、早く国吉だよ。国吉だよ。いやー、消えるのか、契約書で。という、まぁ、あ、ちょっと、不安がだいぶ残りますが。違う。まぁ、あ、仕方がない。ちょっとあれで、頑張りますよ。ネットスタジオの、パーセンテージの子が来たんで。やります。はい。じゃあ、金子千尋はまだ希望はあるんで、頑張ります。ではでは。